にちは、かすみそうです。よろしくお願いします。じゃあまずいつも通り自己紹介からいきたいと思います。それでは1年生、じゃあ学年と名前とパートと、あ、今夏休みに入ったということで、この夏やりたいことお願いします。看護学科1年の真山春菜です。今日はサードをやります。夏休みは友達とカラオケに行きたいです。かわいいね。かわいい。じゃあ次、社会福祉学科1年の市村瑠香です。今日はセカンドを担当します。この夏は大学入ってからはあんまりお肉を食べてなかったのでバーベキューをやりたいです。いやいい夏バーベキュー。はい、イチャしてる。看護学科2年の押谷由美です。今日はファーストを担当します。この夏頑張りたいことは、この夏やりたいことは料理の腕を磨くことです。看護学科2年のゆうゆうかです。今日はリードを担当します。この夏やりたいことは、先月誕生日を迎えたのでお家に帰ってお酒を飲みたいと思います。理学療法学科屋根の緑です。夏やりたいことは、最後の夏休みなのでダラダラしたいと思います。はい、ダラダラしてください。ダラダラ、ダラダラ、いい。はい、理学療法学科アカペラ的には3年生、実際は2年生の荒町雄大です。夏休みやりたいことは、十和田の現代アート美術館に行きたいんですよね。おー、なぜ？なぜ？いや、なんか好きなんですよ、現代アート。誰とですか？誰と？一人です。おー、こういう男の人は一人で行動できる男の人は、いいと思う、不倫しないです。はい、ということで、こんな感じで、では早速歌いたいと思います。1年生はデビューなので、どうぞ温かい目と耳でお聴きください。それでは歌います。アイさんでハッピネス。よくなる、この手で、その手でつながる。
全てが良くな